業務連絡です。めっちゃ寒いんですけど、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。という、今回ね、YouTube が結構いい感じに伸びてきてて、まあ、それがありがたいことなんですけど、とりあえずちょっと順を追って説明しますけど、ですね、コメントに、あれをやってくださいみたいな、この部品をなんかレビューしてもらえたら嬉しいですみたいなのが、結構ちらほら出てきてて、ちなみになんですけど、それについて、例えば、こういうことしたら面白いかなって思ったサービスを開始しようかなって思うんですけど、例えば、このピックアップをレビューしてくださいって言うんだったら、物を送ってほしいんですよね。例えば、サウンドハウスとかで注文して、発送先を、例えば、うちの住所とかに指定してね、送れるわけじゃないですか。なんか、そんな風にして、例えば、個人宅から、例えば、個人の段ボールとかだったら、なんか、中身に何が入ってるか怖いから、ちょっとそれはやめといてほしいんだけど、そういうのを直接送るっていうのはなしにして、そういう、例えば、アマゾンもちょっと、やっぱ、やだな、なんか、自分が、なんかこう意図してないものが出てきたら困るから、サウンドハウスのみにしましょうかね。安いですしね。例えば、このピックアップをレビューしてくださいとか、この部品はどうなんですかとか、レビューしてくださいっていうのが結構ちらほら出てきてるんで、それを自分で買って、その発送先をうちの住所にしてくれたら受け取りますんで、それをまたなんか取り付けてレビューとかするんだったらいいかなと思ったんですよね。もちろんそれも連絡は事前に必要ですけどね。だレビュー、コメントに何々書いたものですとか言って、それで、じゃあこれ実際これ物買って送りますんで、どうか動画のレビューお願いしますみたいにして連絡してくれたら、それで分かったものに関しては受け取って、で、後日こういうの動画にしてやって、で、それでこの物自体は、例えばご来店したお客様に、例えばこの商品代は無料として、取り付けだけはまあ作業費いただきますけど、そうやって還元していくっていうことをしようかなと思ってて、じゃあそんな風にしようかなって思うんで、もしコメントとかでこのレビューしてほしいとか、パーツがこれどんな感じなのかっていうのを知りたかったら、自分で買って送ってください。そしたら対応しますんで、そんな感じでやっていこうかなと思います。でね、なんか、まあ、これなんかいいのか悪いのかよくわかんないんだけど、うちの動画、まあ、見てくれたらわかるんだけど、なんか知らんけど、テレビの動画がすごい伸びてるんですよね。テレビ修理したってやつ、修理できてないんだけど、クソ動画なんだけど、はっきり言ったら、自分からしたらめちゃくちゃクソ動画なんですよ。結局、テレビなんて触ったこともないし、修理したこともないから、で、回路の知識なんてないんで、そんな、例えば自分、バイクとか、ギターの配線とかしか知らないから、わかんないんですよ。で、そんなんで一応撮ってはみたけど、結局直せなかったってことで、で、新しいの買いましたっていう、ただ長いだけのクソ動画なんですけど、それがむちゃくちゃ伸びてんですよ、今。で、なおかつ、さらにびっくりなのが、こんなクソ動画なのに、こっちからしたら本当にこんなの全然面白くないし、なんなら結局できませんでした、はい、終わりみたいな感じの、本当にクソ動画なんだけど、めちゃくちゃ伸びてる上に、なんなら、この動画を見て、この、チャンネル登録しましたって人がめちゃくちゃ多いんですよ。だから、なんなのって思ってるんですよね。だから例えば、YouTube って、真面目な動画が伸びるわけじゃないんですよね。だから例えばこんな風に自分がクソだと思ってる動画が伸びて、チャンネル登録者数もすごいこの動画で多く獲得してて、だからこれが伸びるから、だから YouTube 側したらこんな動画が伸びるんだから、もっとこんなクソ動画を出してってって感じに言われてるような感じで、もうすごい気が病むっていうか、なんていうのか、こんな動画が見られるんだっていう風になんかちょっとね、気持ちが落ちちゃうんですよね。だから本当にこのわかんない世界だから、なんか嫌だなっていう、それもまたなんか知ってほしいってことではあるんだけど、ただね、やっぱこういうとこから、中身がこうクソ動画だから、やっぱそういうアンチが騒いでくれてるんですよね。だからやっぱこれ騒いでくれる人がいっぱいいるから、だからこそこうやって他の動画とかも見られたりとか、伸びてくれるっていうのもあるんで、だからそういう意味では、結果的に他の動画も見られてるから、まあいいかなって思っております。そこら辺はただのお知らせではあるんだけど、だから多分だけどね、こんだけ、なんていうの、反応がいいっていうか、多分だけど、どっかで、その悪口が発生してると思うんですよ。まっさにこれやったぜって話なんだけど、こっちからしたらやったぜって話なんだけど、そうやって、どっかで炎上じゃないけど、騒ぎが起これば、そこで何かしらのアクセス稼ぎができるんですよね。で、なおかつ、やっぱり世の中ってまともな人も多いから、まずまともにこの物事を見れる人っても多いから、そういう何かしらの騒ぎが起こった時に、まあ多分その辺の仲間たちは一緒になんか、あ、こいつおかしいよね、頭おかしいよね、みたいな感じで、なんかわらわらってなんか、できる感じの人たちが、なんていうの、集まってくるんだろうけど、その中でもまともな人たちも、どれどれって見に来て、こいつ面白いじゃん、みたいな感じで、こうやって数字に反映されていくのも全然あるし、実際にこうやって今なんて、YouTube 見て来ましたって人がもうほぼ 100% だから、お客様も。だから実際広がることってことに関してはこっちにとっても
すごいメリットがあるんだけど、ただその広がり方が正規法じゃないっていうんですかね。こんな動画で伸びてって、こんな動画が広まった結果、他がちゃんと見られてるか、まあ、このテレビに比べたら全然見られてないけど、このテレビのクソ動画がきっかけとして、自分の動画見られてって、実際依頼に、こう、行き着くって人が意外と多いみたいです。まあ、そこはただのお知らせですけどね。だから YouTube って全然わかんない世界だから、本当にこのまともな人たちが伸びるように皆さんも頑張ってて、頑張ってて言いたいんで、結局はね、何が言いたいかってそういうことなんですよ。まともな動画が伸びてくれるように、まともな動画を見てください。なんでかっていうと、まともな動画を見てない人たちの割合が多すぎるから、こういう動画が伸びてしまうっていう現象が起こってるんだよってことを知らせたかったんですよね。まあ、そこは置いときますけど、で、次にですけど、コメントね、やっぱりいるんですよ、昔から。コメントの返事してほしいみたいな、昔はやってたじゃんみたいなこと言うんだけど、それも言ったじゃないですか。もう世の中クソコメが多すぎるんで、まあ、それいいことなんですよ。伸びてくるってことは、結局、味方の数と敵の数って、多分比例していくと思うんですよね。見られてくってことは、それにつる敵が増えてくるんですよ。敵っていうか、まあ、こうやって心ないやつっていうのが、いっぱい増えてくるんですよね。だからどうしてもそういうクソコメって増えてくんだけど、ただそれがね、もう手に負えないレベルになってきてるんですよね。だから皆さんには見えないんですよ。ただ消してるからね。消してるし、なおかつそれブロックするんで、もうはっきりこっちからしたらもう平気でブロックしますから、そんな人って関わりたくないから。ブロックしてるから見えないんですよ。だから皆様からしたら、なんか自分が言ってることがあんまりこのリアリティがないっていうか、実際コメント欄見てもなんか平和じゃんみたいな感じに映るかもしれないですけど、平和にしてるんですよね。もしこれ自分が削除とかブロックしなかったらめちゃくちゃ荒れてんですよ、コメント欄って。だからそれも理解不能っていうか、なんでこんなコメント書くのかも理解できないんですけど、とりあえずそんな人がどんどん増えてくから、で、一人一人に返事するのも、まあ単純に数が多いってことと、やっぱりこうクソコメが多くて、そのクソコメを読む、精神力っていうんですか、まあ結構自分強い方だと思うんだけど、さすがの自分でもこんだけ数がいたら持たんよなって話になってくるんで、だったら最初からもう見ない。だったらこうやってずっと、こうやって日常というかリアルな生活もあるわけで、こんなダメな人たちに引っ張られないようにするためにはもう無視するしかないって関わらないようにするってことしかないから、だからもうどっちにしろそういう意味で、日常生活とかもこのネットのこうやって生活も踏まえて、いわゆる快適に過ごすっていう意味では、じゃあこいつだったらもう相手しないっていうふうに決めたんですよね。だからもう返事しないんですよ。そうしてるんですよね。だけどやっぱり、じゃあせめて関わった大事な人だけはやりたいなってことがあるんですよね。いわゆるもう形っていうか顔が見えない人たちに対して全員に同じサービスをするのは不可能だからやりたくないし、そもそもね。お前誰だよって話になってきますから。確かにボランティアだしね。無料でやってんだから、無料に対してなんでそんな強い言葉でコメントしてくんだよみたいになってくるわけじゃないですか。だから責任持ってほしいんですよ。まあ、簡単に言ったら責任持って喋ってこいっていうかコメントしてこいって話なんですよね。だいわゆる、自分の地位まで登ってこいって話なんですよ。例えば、対等じゃないんですよ。コメントする人たちって。なんでかっていうと、姿が見えないからってことなんですよね。いわゆる、こっちはちゃんと責任持ってるんですよ。だってこれ顔と名前出してやってんだし、お店やってるわけでしょ。だから、こっちでもバレバレなんですよ。こうやって発信したら。だから、例えば、自分がひどいことしましたとか、こうやって、例えば炎上騒ぎになることすれば、当然なら客がいなくなるわけで、そういう責任があるんですよ。もう発生してんですよね。だそのリスクの中で、こうやって発信してんだから、そこまであなたが登ってこないと対等じゃないから、コメントしたところで返事する義理がないんですよね。だからそこまで至らないんだったら、まあ、こっちの勝手で別に削除したり、応対しないってやっても全然通るんじゃない？筋が通ってる話じゃないって思うんですよね。だからどうしても、そこまで、なんかこの疑問があるとか聞きたいことがあるんだったら、それも昔から言ってますけど、うちの Facebook コミュニティで顔写真を登録して、証明写真ね、証明写真登録して自分の顔がわかるようにプロフィールに写真載っけてる人、実名で登録してる人、うちを利用したことがある人とかね、その条件が、昨日のFacebook でも投稿しましたけど、そこに利用条件書いてますけど、こんな感じでね、やってんですけど、それをできた人のみ、この YouTube、毎回 YouTube の補足動画って上げてるじゃないですか、この後にね。YouTube を、この動画じゃなくて、普通 YouTube の楽器関係の動画上げた後に、こうして YouTube の補足で、動画でちょっとなんか分かりづらかったことを補足しますとか、本当はこう言ってんだけど、実はこんな風に言いたかったんだけど、なんか動画であんまりうまく伝えてられてないから、こんな風な感じですよって感じで、補填してるわけじゃないですか。だそこのコメントに対して、その動画に関係あるコメントを、その条件に当てはまる人をやってくれたら、返事します。
この石と記事につき一人一件までね。さすがになんか無限だったら、それはそれで困るんで、もちろんこのコミュニティなんて、もう今たかが数知れてるけど、将来でかくなるはずだから、うちのコミュニティはね、でかくなるから、そんな数に無料のボランティアでさすがにそこまではしたくないっていうか、無理っていうか、自分の手に負えなくなるんで、そこはさすがになんていうの、将来のことを考えて、そういう、今、そういうなんか規模にしてますけどね。だからそんな風に、条件つけてれば、だからいわゆる、そのなんか下手こいたら、なんていうの、こうやって、もう証拠が残るわけじゃないですか。しかも実名と顔出しでやってるからね。だからそういう、下手こいたら、こっちが被害こうむるっていう状況の中で、コメントした、するんだったら、まあ、まずクソコメは現れないだろうと。まあ、そういう、まあ、でも、いる可能性はあるんだけどね。だけど、その時はマジで、もう証拠出てんだから、証拠がもうつかめんだから、マジ訴えんぞって話になってくるんですけど、まあ、さすがにそこまでするバカはいないだろうとは思いますけどね。だからそういうふうに、なんていうの、もう対等っていうか責任持って話せよって話なんですよね。だって、いや別にそれおかしくないよ。ネットだからとかじゃなくて、実生活も一緒だ。言ってんじゃん。アカウントがあるからといって、ネットだからって言っても、それ扱ってる人間が生身の人間いるんだから、リアルと変わんないんだよって話で。だから麻痺してるんですよ、皆さん。だから、本当に真剣に聞いてほしいんだけど、実生活で、この目の前の人間に、いきなり全く知らないやつだよ。全く知らない人たちに対して、めちゃくちゃ悪口言うのと、ネットで悪口言うのって変わんないからね。だから変わんないんですよ。でも、リアルでやったら、それが、ま、証拠として、録音なり、撮影なりされて、警察行けば捕まえられるわけでしょ？だから捕まるんですよ。捕まる行為なんですよ、それって。だから、それと一緒ですよ、ネットって。ネットだから許されるわけじゃないからね。だから、そこまで、なんでそこまで言われないといけないのってなるわけじゃないですか。実際に言われたらね。お前と何の関係があるのってなるわけじゃないですか。いきなり全く見ず知らずの他人にそうなっていきなり言われてもねっていう。相手はこっちのこと知ってるだろうけど、こっちは知らないから、いや、なんでお前に言われないといけないってなるわけじゃないですか。わかりますよね。この現実でそんなこと起こったら、このやりとりになるって。わかるはずでしょ。だからそれがネットでも同じなんですよ。だからそこまで言うんだったら、じゃあ自分がそうやって、なんかしら証拠捕まられたら捕まるような、覚悟があるんだったら行ってこいって話でね。だからそういうことになるんですよね。わかりますかね、言ってること。わからなかったらもうどうしようもないんですけど。だからそういうサービスをまあ昔からやってんですけど、だからそういう風に、だから YouTube でコメントして返事がないって切れないでくださいね。切れたら、いや、まあ切れたことを書いてるんだったらその人もブロック対象って、まあブロックしてんだけども、普通にしてるんですけど、それもクソコメですから。だからそんな風にね、もう責任持ってほしいんですよ。何でもそうですけど、自分の行動に対して。だからそういうのも含めてちょっと業務連絡でお知らせしました。なのでコメントしたいとか、なんか返事したい、自分の質問に答えてほしいんだったら、そういう手段というか、このなんていうの、条件に合うように踏んでくださいっていうお話でした。じゃあそんな感じで業務連絡でした。寒いんで風邪とかひかないようにお気をつけください。じゃあご清聴ありがとうございました。